小学校の通学路では2021年に千葉県で下校中の小学生の列にトラックが突っ込み5人が死傷するなど痛ましい事故が後を絶ちません。今日は全国一斉に通学路の見守り活動が行われ、中村区内の小学校の学区では警察官およそ20人が登校時間に合わせ通学路に立ちました。子どもはですね、どういった行動するかは分かりませんし、大人と違ってピュッと飛び出すということもありますので、そういった点で特に注意が必要だろうと思っています。また今日は時間指定の歩行者専用道路の取り締まりや下半式オービスによる速度違反の取り締まりも行われました。